お前たちは今インフォのメモリ空間にアクセスしてるんだ。何あれ。問題のウイルスだ。今から奴らを退治できるようにするからな。ガンプラになった。ウイルスをガンプラに見えるよう細工したんだ。そんでお前たちの攻撃にはワクチンプログラムを付加してやる。ってことは、あのガンプラの姿をしたウイルスをいつまでも攻撃して倒せばいいの？そういうことだ。どこかにウイルスを増殖させるコアプログラムがあるはずだ。それを見つけて破壊するんだ。東方を助けるために頑張ろう。よし。
投げる。やり。よし、次行ってみよう。あったぞ。あれがウイルスのコアプログラムだ。ちょっと、たくさん敵が湧いてきてるんだけど。ああやって自己増殖してるんだ。コアを破壊しない限り止まらないぞ。こいつが同胞を狂わせた元凶か。許さん。強敵だ、気をつけて。完全に除去できた。再起動するから戻ってこい。了解。次の戦いが待ち遠しいな。再起動シーケンス、各デバイスチェック、システムオールグリーン、再起動完了。うん、どこにも問題はないな。インフォちゃん、私がわかる？はい、ミサさん、ご迷惑をおかけしました。まったく、この店なり様どうしてくれるんだ。マスター、申し訳ありませんでした。私を廃棄なさいますか？バカ言ってないでさっさと片付けな。マスター、ありがとうございます。ねえ、あとどれくらい？またかよ。さっきもう少しだっつったろ。何か面白い話して。お前それ話の振りとしては最低だからな。あ、そうだ、これ見てみろ。何何？こないだのコンピューターウイルスな、出どころが分かったんだよ。不正プログラム作成の疑いでセーフティーセキュリティソフトウェアの元社長バイラス容疑者の行方を捜索中。通称 3S といえば、ここ数年でシェアを伸ばしてきてたセキュリティソフトの開発会社だ。セキュリティソフト会社がコンピューターウイルスを作ってた。昔からそういう都市伝説はあったんだが、本当にやるやつがいたとはな。技術者の風上にも置けないやつだ。でもバレちゃったんだ。悪いことはできないね。それだよ、どうしてバレたと思う？続きを読んでみろ。バイラス容疑者の不正プログラム作成に関する告発が、同社を先日買収したタイムズユニバース社 CEO ウィリアム氏によってなされた。なお、この買収が完了した後 3S は解体されている。お前んとこの商店街が閑古鳥になったのって、確かここの百貨店のせいだったよな。こんなところでこの名前を見るなんて。でも、なんでタイムズユニバースが 3S の悪事を暴いてるの？知らん。なんだよ、もう。お、見えたぞ。どこ？あの一番目立ってる建物だ。あれか、ジャパンカップの会場。皆さん、こんにちは。ガンプラバトルジャパンカップ出場おめでとうございます。タウンカップ、
リージョンカップを勝ち抜いてここまで来た皆さんは誰もが日本一となるにふさわしい実力の持ち主。これから始まる数々のバトルに全国のガンプラバトルファンが期待していることでしょう。私も皆さんの素晴らしいバトルを楽しみにしています。それではここで皆さんおなじみミスターガンプラから激励の一言、ミスターお願いします。ただいま紹介に預かりましたミスターガンプラです。本日このような素晴らしい日に皆さんと共にいられることを心から感謝しています。ウィル坊ちゃま、お茶が入りました。何をご覧になっているのですか？別に、たまたまチャンネルがそこにあってただけさ。ガンプラバトルですか？何をしているんだ、あんたは。そして、忘れもしない12歳の夏、私は見送りの飛行場で斉藤君に二人で手に入れた優勝トロフィーを渡し、いつの日かの再会を約束したのです。それから、ミスター、そろそろ数名が貧血で救護室に。ん？そうか。では最後に激励の言葉を。お本、君たちガンプラは好きか、ガンプラバトルに勝ちたいか。これから始まる戦いに君たちが一層奮い立つよう私がプレゼントを用意した。このジャパンカップに優勝したチームと大会終了後のエキシビションマッチで私がバトルするというものだ。現役を退いて以来8年ぶりのバトルに私の胸は高鳴っている。最強のチャレンジャーを待っているぞ。